高島地区岡山港は、岡山県岡山市にある港湾である。福島地区あたり港は、小島湾全域と湾入口一帯を、港域都市、重要港湾に指定されている。岡山県岡山港管理事務所と岡山市東区、役所建設課及び、岡山県宇野港管理事務所が、分割管理し、港域内には、岡山県農林水産部水産課の管理する、郡、北浦、 厚の漁港もある。また、海上は、第六管区海上保安本部多摩の海上保安部の管轄になる。旭川と吉井川の河口にある、小島半島北側の小島湾に位置し、東西約8キロメートル南北約1 5キロメートルと東西に長い、湾内全域を港湾区域とする、川口港を形成している。小島半島の金鉱山や、貝殻山などの山々により、 台風と高潮による災害は少ないなど気候に恵まれている。一般的に岡山港と呼ばれ、港湾として整備されているのは福島、高島地区だけである。産業港と整備された臨港地区であるが、川口港であるため河川上流からの土砂の堆積により、水深が浅く1万トン級の大型船舶が入港できないという欠点を抱えている。現在、 水深7.5メートルの航路が確保され、内防と交流を主体とする港湾を施行、整備を進めている。取り扱われている貨物は砂、砂利、鉄鋼、石油に加え臨海部の工場向けの砂糖、化学薬品、鉄鋼石等が挙げられる。福島地区通称、岡山港、岡山市街中心部から約6キロメートル南に、位置し、港南工業地帯と共に整備された地区。 1941年に集築工事が始まり、防波堤、護岸、船溜まり等の施設が完成し、終戦により一時港湾工事は中止されたが、1952年から再開され、マイナス4.0メートル物上げば、マイナス5.5メートル岸壁、マイナス6.0岸壁を整備し、1966年に完成した。高島地区新岡山港通称、新岡山港。 新岡港。福島地区から旭川対岸の東に位置し、管理事務所がある東港の中心地区。1968年に旭川川口左岸の3、戸路地区に水深4.0メートルものを上げば、水深5.5メートル岸壁、水深7.5メートルの整備が進められた。1987年までに、第一特定から第四特定までべてが、 共用開始され、マイナス7.5メートルの航路が整備、されている。また、小豆島へのフェリーが入港する旅客ターミナルを備え、周辺は緑地下による市民公園の整備が進んでいる。その他、3、戸黒地区の小島湾対岸にあたる米崎、小串地区も含まれる。なお、地区名の由来は、同地区内の小島湾にある島である高島からである。 政令指定都市以降における行政区設置により、小島湾北岸は中区、高島を含む南岸は南区に分断された。有志比の高島給水塔この新岡山港の敷地内にはかつて港湾施設に水を給水する給水塔岡山港高島給水塔が存在した。竣港は1977年、2020年に解体され、現在は さらちとなっている。余談ではあるが、1984年2月放送の西部警察パート3激闘。炎の瀬戸内海岡山、高松編隊の最後の爆破シーンに、この給水塔が映っている。小戸島行き、フェリー、オリンピアドリーム天正元年、うっき直江が岡山城を築城後、現在の京橋付近が岡山港の起源となり、周辺は、 明治時代に鉄道が開通する前まで岡山の商業を物流の中心地として繁栄した。その後も昭和30年代に福島地区が整備されるまで京橋は、規範線や定期価格線に加え、二日市の魚市場に出入りする漁船等で賑わった。1951年に岡山県が指定管理者となり、1964年には、 県南新産業都市の指定に伴い、吉井川下流の最大事港と唐島港小島湾入り口の小串港を合併して、港湾区域を拡大し、同年4月1日をもって重要港湾に指定された。1983年、小島湾大橋の完成、開港である宇野港との交通が改善された。また、1992年には、港南大橋の開通により、 これまで旭川で分断されていた福島地区と高島地区の一体化が進められている。ありがとうございます。